畑真っ黒ですね、今日お二人それ？あぶねー、なんだよ、あぶねいいだろう。そんな似てる二人にはあることに挑戦してもらいます。お箸が出てるんで、はい、もうわかりますよね。食べてもらうんですが、はい、今回食べていただくのはウィンドキョキレル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 ドゥー寿司？寿司！しかもただの寿司じゃないですよ。違いわかるかな？ドンドン。何ですか？こちら一般的に言われる赤身ですね。はい、でもこっち白身、白身、今回素朴な疑問、赤身と白身どっちの方が食えんな。まあ素朴な疑問ってことで、今回赤身と白身を60貫ご用意しました。どっちの方が食べれると思う？まずわかんない、マジ俺これ食べたことないかもだからどっちが食えるかわからん。うん、でも俺は白身だと思うね、脂の量で。赤身が一番脂少ないんじゃないの、あの身系の中で。え、そうなの？だって中トロとか脂乗ってるっていうでしょ。でも白身と比べたらどっちが脂多いんだろう。なんかイメージ赤の方が多そうだよね。テカってるもん。まあ確かにテカってる。確かにテカってるわ。1個食べさせてほしい、どっちか選びたい。でもその1個食べた時にもう そっちでスタートしなきゃ確実な検証ではない。確かにね。せっかくあの胃袋を同じぐらいの2人しか残ってないのよ今。俺とトイとマタって、うん、大食いになっちゃうとトイがちょっと強いんだよ。マタと俺がちょうどいいからね、1個交換しちゃうとねだるいよね。だるいね。これは味見ダメです。また白身がいいんでしょ。俺白身がいいな。じゃあ俺も白身がいい。あらそい好きだな。ただの意地悪だ。じゃあじゃんけんかな、いくよ。はい、最終ふぅーあーそうじゃ、またぞしゃしゃー。これね、そう、畑ジャンケンあるわけなんですよ。うっさ常にね、構えておかないといけない。油断はできません。またぞーが白身で、はい、田中さんが赤身です。はい、じゃあ早速やっていきますか。はい、こっちの方が 3g 重いらしい。なんか 30g と 33g ぐらいらしい。じゃあこっちがちょっと有利。有利。すまん。いいよ。でも今日昼から何も食ってないから、ほぼ。はい、お腹めっちゃ空いてる。今18時半とかで。はい、そうですね。今本当夜ご飯の19時前です。ではいきます。赤身 vs 白身どっちが食べれるの、いただきます。いただきます。ああ、いただきます。うまいですよね。うまい。うわ、いいな。飯ってるやん。うま。はい、2つ目。はい、これはタイかもしれないです。おお、食べたいです。俺もあげたい、シェアしたいね。え、僕もここにお邪魔したいもうそのうざったいじゃあ3個目いきたいつけやすいんだよな、何でもいける。何でもいけるどんな味？美味しい。美味しいけど味はない。どういうこと？美味しさを感じるんだ。うん。てか刺身の味って説明できないよな。まあな。次が5ですか？ちょっとわかんないっす。5！ ちょっと、はい、しっかりしてよ。5です、多分。はい。マグロっていつの間にかさ、寿司で食べなくなるよね。なる。子供の頃これしか食べてなかったのに。気づいちゃったよね。うん。では6！トイ君は何が好きなんですか？はい、僕はですね、イカです。甘エビ、あ、違う、あ、甘エビです、すいません、イカじゃないです。ちょっとこの白いのバカ見せたから。イカバカじゃん、目に入ったらもう行っちゃうようになってんの。タナさん一番何好きなんですか？ビントロ。あ、そっか、最初ビントロ読んでいくっつだもんね。うん、見たことない俺がビントロ4からスタートしてるの。毎回そうだもん。なんかバカらしいよあれやる人。結構バカらしいっすね。うん、マサゾウ君は何が一番好きなんですか？ネタ紫です。ナスか。一番ナスってことある？え、紫ってナスじゃないよね。はい、醤油だよね。これのこと。はい、すいません、ちょっとナスとか言っちゃってややこしくしちゃって。え、寿司のナス食ったことある？ない。あれ、俺遠いにナス食わせたことないっけ、寿司の。いや、あのね、勧められて結局食わなかったんですよ。マジで騙されたと思って食べた方がいい。タラさん締めでいつも食べるよね。うん、マジでナス最強なんだよな。はい、では15お願いします。これで1/4でしょ。1/4はこれで終わりますよ。
超余裕なんだけど。え？これ負けた方、白身か赤身食えなくなるからね。やばいって。で急遽それでお願いします。でも赤身食えなくなるの。赤身中トロ、大トロ、ビントロ、ネギトロとか。ネギトロもダメだ。はい。だからもうマグロだね、要は。だからもうやめとこう。一旦。じゃあ分かった。ビ嫌な勝負しようよ。寿司でわさび禁止にしよう。嫌じゃない。嫌だよ。あった方がね、美味しいもんね。あった方が美味しい。この勝負乗るか、乗らないか。乗れない。ふざけんなよ。あ、じゃあ、負けた方は年内寿司以外頼めない。うおぉ。いや、味噌汁とかダメ。えぐい。デザートもですよね。デザートもです。あと飲み物もお茶か水しかダメ。うわ、この勝負乗るか。乗らないぜ。ふざけんなよ。乗るわけないぜ。じゃあ負けたら名前マグロにしよう。最初と最後の文字合ってるから。じゃあタラシさんはハマッチは。負けた方ハマッチとマグロ。ビアだどころじゃない話になってきてる。あれとかはどう。お寿司屋さん行ったら一皿目は絶対これから食べなきゃダメみたいな。ああ、うん、自分のルーティン壊されるしね。そう、ビアだだね。でしょ。確かにこれビアだだね。これめっちゃビアだだわ。いや、お前だった。問題は何からです。プリン。あ、スイーツね。さあこの勝負乗るか。乗ったぜ。おお。では改めまして、今回のバトルに負けた方は年内お寿司屋さんに行ったら一皿目プリンから注文です。では22皿目。はい。マグロの脂はどう。ある。俺あんま脂ってのわかんないんだよね。だからマグロと中トロの違いよ。味じゃん。じゃあその味かも。ああ言ったら、だとするとめっちゃさっぱり。中トロってなんか甘みっていうかしょっぱいっていうより甘い系だなって思うんで、これは刺身の味ってなんか表現するのむずくね。むずいね。30です。さあ半分ですよ。これまたぞーの今年の年齢。やめてよ。またぞ30。おもろ。30の人って本当にいるんですね。はい。俺30歳にならないからさ。俺もならないことにした今年。ああ、そういうのありだよね。うん。どうですか、半分置いてみて。もうここまでいる。おお、結構来てる。やば。俺あと15から20ぐらいいけそう。おお、じゃあワンチャンクリアあるっすね。31いきましょう。よく飲み物なくていけるね。え、飲み物飲んでるの。うん、ずる。またその名前ずるぞうに変えれたら。ずるむけぞうに。うん、ずるむけぞうに。かはかぶりくんだけど。食事中にすいません。でもさ、包茎の確率って7割ぐらいいるらしいじゃん、うん、みたいですね。うん。でもうちってトマトくんと俺と遠いが包茎じゃないわけ。うんうんうん。俺気づいたんだよ、7割ぐらい包茎なんだよっていうデータがありますっていうことによって、包茎の人を安心させてるだけで、実は 50% ぐらいの人も、もっと包茎じゃない人の方が多い。包茎じゃない人は、うん、あ、俺3割引いてるって言って嬉しくなるし、うん、包茎の人は、あ、そんだけいるんだったら安心だってなるから、これもうウィンウィンな嘘を包茎専門家の方が出しただけ。オブラートに包んじゃったか。そう。皮にも包んでね。うん。でも別にそんな嫌なことだとは思ってないですよ。確かに。可愛いもんね、なんか。うん、でも俺も思う。なんかズル向けチンポを見るとグロい。グロい。確かに向けてない方が可愛いわ。そう、向けてないの見るとなんか妖精さんみたいじゃん。見てほら、あれちょっとキモくない。あ、じゃあれやろ。またちゃんって言ったらぐらいで、うん、終わったってこっち見て、うん、そしたら俺言うから。はい、34です。またちゃん。はい。終わった？見て。何？分からん分からん。俺面白そうで優勝した人のたちのネタ。本気見よう、本気。見て見て。ごめん、俺のキレが足んないね。きつい？お腹こんくらいで言うと、うん、こんくらい。8割。9割。おお。まだは？このくらいで言うと、こんくらい。
あ、ほんなちった36です。はい、遠いね、すかされるのが一番やだな俺最近ね、うん、困った時にやることあんの、うん、それ困った時なんですね。そう、なるほどね。これやってる時タナッチ困ってるけどなんかしたかったんだなって思ってほしい。37言ってください。じゃあ早いな、ギブアップしちゃえば。じゃあ確かに、もうギブアップできないよタナちゃん。ずっちゃ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 終わった、見てーん一回しか見たことないやつやらすなよ。あれは名前呼ばれたら踊んないといけないですからね、ついちゃん。終わった、待ってこれなんだっけ45ぐらいまでいけると思うよ。いや、きついのはきついけど、へそびみたいになってるわ。いて、43お願いします。強いね、月又くん。うまいね。またまたゾウに負けるの。前もまたゾウに負けたんだよ。みちこ俺のお母ちゃんの名前44。みちこ助けて。いないね44いった。乃木坂みんなが1個ずつ食ってもこんくらい食べてるってことよ。1人いかなくても、うん、あとまあ12子全部がかける4匹ずつ いたとしても、うん、同じぐらい、こんくらい。キンプリが1人8個。さあ、田中さんはいつだ。45人来ましたよ。もう結構マジ45で終了だと思う。自分がこんくらいで食えなくなるの、うん、物差しかなり合ってるタイプだから、うん、すごいね。俺その手前ぐらいまで行かないと分からんわ。またそう、初めてできた彼女どんな性格の子だったの。まあ明るい子ですよ。彩色顕微耐えたね、うん、耐えた。マジでまたぞうの初彼女を体に降臨させるために気合い入れたらマグロが出てけ46です。まだ行く。またぞういった。参りました。うじゃあ勝者はまたぞーってことで、結果白身の方が赤身より食べられます。田中さん、罰ゲーム忘れてませんよね。2023年お寿司屋さんにいたら一品目はプリンでビアだえ、また実際まだいけた。まだいける。その白身と赤身の差分も全然今から埋めれますよ。え、あーすごい。それはだから4個ぐらい食えるよってことね、うん、乾杯ですわ。すごい。じゃあまあまたはまだ行ってもろってすごい嫌いって言ってたよね。ストップ。ええうんし50 50巻すごい素晴らしい、はい、じゃあもう正真正銘マサゾの勝ちです。はい、正真正銘白身魚の方が食えます。食えます。